はいそれでは始めます皆さんこんにちは2018年の卓研試験合格基準点予想会ですね早速始めます担当レック専任講師林でございますどうぞよろしくお願いしますどうも卓研試験お疲れ様でしたまあ一週間経ってどうでしたかね あのまあ、本試験当日にね、えー、の回答速報会とかにお越しいただいてで、ね、あの自分の大体点数とか把握していらっしゃる方も、まあ、いると思いますしあとネットとかでね今あのいろんな予備校が合格推定点とか出しますんでぎりぎりの方もいらっしゃるかもしれないしねあの全然余裕の方もいらっしゃるかもしれませんしいやダメだめだという人もいるかもしれないしね <laughs>、まあ、そのあたりは、まあ、過ぎたことだからどうでもいいので。 あのまあ、仮にねあの、まあ、この教室にいらっしゃる方でもあるいは、うん、とビデオを見てらっしゃる方でもねあのちょっとお話ししておくとあの、まあ、ダメな人も中にはいると思うんですよ今年ダメだったって人もいると思うんですねで、えー、僕が卓球試験を受かったのって覚えてないぐらい昔なんですよ昭和50年代ですあの生まれてない人もいっぱいいるんじゃないかなでね、えー、と何が言いたいかっていうと 僕が宅研資格と宅研合格したのがいつか覚えてないんですよつまりね平成28年に受かろうが29年に受かろうが30年に受かろうがあの月日が流れて振り返ってみたら覚えてないですのことだから、まあ、今年ダメでも来年があるし、ね、来年がダメでも再来年があるしあんまり気にしなくてもいいですねそれを試験の本試験前に言っちゃっとまずいので言わないけども あの実際問題大し,た大した問題じゃないです。ね、なのでもしだめだった方もあんまり気にしないであのいいと思いますで受かった方ねおめでとうございます多分合格でしょあの合格推定ってそんな大きく外れませんからとりあえずおめでとうございますとりあえずね、えっと、少し体を休めていただきたいと思いますあの本人は感じてないかもしれませんけど結構プレッシャー感じてましてで試験が終わると熱出したりとかね 風邪いいたりとか割とか割体調を崩すす人いるんですよ緊張してたからね。なので、まあ、そんなこともありますので、少し体を休めていただければいいんじゃないかと思います。はい。えっ、ー、と、使うテキストなんですけども、あのこういったものをお配りしていると思います。お手元にちょっと見ていただきたいんですけど、本試験、えっ、ー、と、一言解説集っていうのをお配りしていると思うんですけどね。で、これをね、ちょっと、あの、まあ、見開きで真ん中から開いてみていただきます。だから、ページ数でいくと2十。 6ページあたりになると思うんですけど、まあ、これがね、レックの回答一覧表で、ここにですねあの、要は右下のところにね、えっと、レックの合格推定点 36. 点プ,ラプラマ1ですね、えっと、これがレックがあの公式に出している、えっと、合格推定点になります。で要するにあの、プラマ1だから、えー、36点か まあ、プラス1点の37点か、マイナス1点の、まあ、35点かと、まあ、要はそういうことですよね、要するにね。で、えー、とレックは今のところ、この推定点を変更しておりませんあの。変更するような大きな事象は起きておりません。で,す、ねで、えっ、ー、と、まあ、前後1点の幅がありますんで、あんまり外れないんですよ。<laughs> 大体当たりますんで。 毎年毎年、まあ、外れたことはあるけどね、確かに、今まで。全くないとは言いませんけども、プラマ1点ありますから、普通外れません。ですね。で、えっ、ー、と、ドンピシャあたり、あの、この36点というのはドンピシャ当たることの方が割と多いですね。で、えっ、ー、と、外しても上下1点ぐらいに収まります。なので、まあ、こんな感じだと思ってください。で、えっ、ー、と、この中で、あの、3 6五の上の方なんじゃないのっていう意見と、いやいや、こっちでしょう。 という意見と、ね、36点か37点じゃないのという意見といやー37点ないでしょうあの35か36でしょうという意見があのレックの中では実はちょっと分かれてます。でどちらかといいますと少数派があの低い方だねあの6か7の方を主張する人の方が多いですねあの大多数がそっちだと思います。僕僕ももはいつも だか皆さんの意見と違うんだけど、今年はぴったりなんですね。あの僕も三十六か三十七個人的でそう思ってます。ですね。ただ、僕はこう思ってますっていうのは、あまり信用しない方がいいんですね。あのね、僕がこの講座をやるようになったのは。あの、まあ、当たるからなんですよね。で、ずっと当て続けてきたんですよね。あの、ほぼ当たってるんですよ。ぴったりと。で、調子に乗ってですね。あの、この仕事をやってたら。えっと、去年。 大外れしました。2点外しました。最悪ですよね。あの35点が去年35点が合格点だったんだけど、僕は33じゃないかと思ったんですよ。でね。まあ、あのみんなが34。じゃないかなって言ったんだけど、いやー33があるんじゃないかなっていうことを今、まあ、主張してまして、ものすごい恥ずかしい失敗をしましたので、もう僕の言うことは信用し,信用しない方がいいねと思います。 からレックの意見と合ってますんで、まあ、とりあえず、まあいいんじゃないでしょうか。で、えっと、合格推定点のことをね、今から一生懸命予測したからといって、なんかいいことがあるかっていうと、あんまないんだけど、でも、まあ、安心材料にしていただければいいと思うんですよね。えー、こ,のこの点数を見ていただいて、例えば、まあ、38はないと思いますんで、だから38点取れてるんなら、まあ、枕を高くして寝ててもいいんじゃないかと思うんですよね。 で、逆にね、あのー、34点ってことも多分ないと思うんですよ。だから34点の人は、まあ、とりあえず、まだね、もちろん結果出てないけど、もう吹っ切っちゃって、もう次のこと考えて、あの、来年ね、もう一回受験するのかとかね、いろいろ考えて、そこで、まあ、ちょっと、あのー、切りがいいところで判断できる。だから、まあ、少し悩め、悩ましいのは5か6か7の人。まあ、少し悩ましいぐらいであって、あとは、あのね、大喜びして、どうか、なんか、 あのハワイとかね旅行行っちゃうとかね。あそうそうあの去年だったかな一昨年かなあの、えー、僕のクラスの受講生さんからメールもらってで、えー、その時確か忘年会やったんだよね。で夜忘年会やってでまあクラスの忘年会やりましてで忘年会があの先生すいませんけども一時間早退させてくれっつうんだよね受講生さんがで。 忘年会でで早退っててあまり聞かかなないんんだよよねあの遅刻してくるなら分かるらすよ仕事忙しいからでも1時間早く帰らせてくれって言うんですよでどうしたのって言ったらあ「今日の便で沖縄行きます」って言うんでねいいなと思って受かった人はいいなと思ってですね沖縄行くっていうなんかあのご褒美をなんか、ね、家族で行くらしいんだけどああの受かった人はねそういったあのなんていうかあの自分の楽しいスケジュールとか立ててもいいと思いますねそういった あの悩ましいのが5か6か7あたりがちょっと悩ましいかもしれませんので、まあ、そんな人のために少し今日はあの合格推定点のを出し方とか少し内部事情を話し,してみようと思います、まあ、内部事情ってあってこれ YouTube にアップされるんだよねだから何にも内部じゃないんだけどあの結構企業秘密っぽいことを毎年しゃべってるんですよねでもなんかまさかアップしないだろうと思ったらリックはアップしちゃうんだよね <laughs> まあだかからあんんままり意味ないかもしれませんけど まあ、とりあえず、その辺置いといていただいて、まあ、そんな形で合格推定点等に変わりがありませんあの。これから話を進めていきますけれども、この結論に変わりはないので、えーまあ、あまり落胆もすることないし、あるいはなんかその期待することもないと思います、はいで。今年の問題なんですけど、ちょっと特徴を軽く振り返っておきますと、お手元に問題ありますよね。あのまあ、どう思いましたあ,のあんまり大きな変化ないと思うんですよね。 で、僕はね。問題見てパラパラ見て思ったのはまず一番なんか嬉しかったのが、あの民法の条文にあるかどうかっていう問題がなくなってたんだよね。これは嬉しいんですよね。どう思います。あの僕はね。しょっちゅう受講生さんから相談を受けた話で、民法の条文にあるかどうかっていう問題。これどうすればいいんですか？っていうどうやって対策取ればいいんですか？っていう質問がうんと多かったですね。あの、通信の受講の方もそうですね。で。 立てようがないんですよあのまあそれらしいことは言えますよこうしたからあのこういうまずこういうふうに考えてくれとかね、まあ、もちろん話はしますよだけどあの特効薬はないんですよねだから今までいろいろ言ってきたけどもでも特効薬はないのでだからねあなたね、えー、宅研試験は50点満点だと思わないで49点満点だと思って受けてちょうだいという話をしました。 だったらね49点満点でまあ7割35点とか36点7割の点を取れば受かる試験だからってことですその条文にあるかないかという問題がなくなったということはそれだけで1点上がるんだよね下手すると平均点があれ取れるわけないから普通の人は。 あれがなくなっただけでも、あのぶっちゃけ1点ぐらい、筆金点が上がりそうな雰囲気があるぐらい、インパクト大きいんですよ。なので、えー、まあ、解きやすいかなっていう感じを受けました。それから、問いの1番から、まあ、ばーっと見ますよね。僕はあの、問題見て、全体を、まあ、とりあえずばーっと見るんだけどね。ざーっと見てって、で、問いの5番とかね、こういうなんかあの変な問題、あ、やっぱ出してきたなって感じしましたね。 これ、まあ、事務管理とか緊急事務管理問いの5番ね、まあ、こういった問題ってあの宅研試験では非常になんかマイナー分野というか点があの出題が少ないところですねで僕らだって緊急事務管理の条文なんか覚えてないですよあの子供の頃は勉強しましたよ子供の頃というか学生の頃はね散々民法の条文一度から全部読みましたから何度も何度もだけど今は覚えてないですなので変な問題出してくんなとか思いましたねから問いの7番 また再建証とかよとかですね、またこれ出してくるんだなという感じがしましたね。あとは、えー、と問いの8番でまあ判決文問題ね、あのいつもの例のパターンだね。これいつものいつものパターンなのでまあ特に問題ないでしょう。それからだいたいお約束で問いの13番と14番に、えー、区分所有法と不当法の配列、これまあおなじみですよね。 だ前年とほとんどこの辺変わりないなっていう感じでまあ眺めてみました問いの15番から、えっと、都市計画あの法令上の制限が始まって、まあ、国土法まあこれおなじみまあまあおなじみですよね問いの15番とかねであとこの辺の配列みんな同じですよね都市計画法2問で建築基準法1819で2問でで問いの19番であ田園住居地域やっぱ出してくるよねっていう感じはしましたよねあの まあ改正点だからね何らかの形では出ると思いますんで「問いの16番でも問いの19番でもね田園住居地域出してきてました」ですねでそれからあとの順番あまり変わんないですよねでえっと23番嫌だなと思いましたね登録免許税かとまあ登録免許税がそろそろ出るだろうとはねまあ結構多くの人が予想したと思うんだけどまあそれにしてもね登録免許税嫌だなって感じましたね え、あとは特に変わりはないですね。問いの24番でえっ、ー、と地方税は所得税でで問いの25番でえっ、ー、と価格は官定用が基準でこれ順当ですよね。あの、普通の順番でまあ、今年はこれが出るよっていうのが普通に出てますよね。で、この辺は変わらなかったですねえー。問いの26番から宅建業法が始まるのも順番。特にね。変わりがなくて、まあまあいいかなと思ったんだけども、えっ、ー、とちょっと気になったのが、あのー、報酬の問題がね。 あ2問出てんじゃんとかいうのちょっと気になったのとあと今まで問われたことがない問い方をしてきたんですよねしかも改正点ではあるんだけどうんと細かい改正点を正面から聞いてきましたねでこういうのって出さないんじゃないかと僕は個人的に思ってましたなのにそれを出してきましたんでまあ裏を書かれたなと思ってちょっと悔しい思いはしましたね、えー、それから あとはそうですね気になったのがあの解いてて割と答えが出しやすいなと思ったのが個数問題が減ってるっていうのは結構大きい要因なんじゃないでしょうかなのでそんなには苦しまないっていうかっていう感じがしましたですねあと特にあの免除科目もまあまあいつもの感じでそれほど大きな変更がない状態でしたねということで まあ気になったのが割と改正点出してくるようになったなっていうのがまず1点と,えっと条文問題なくてよかったなっていうのが1点とあとはそうですね個数問題が減って割とあと問題の確定しやすくなったなっていうその3つぐらいが特徴といえば特徴ですかね。であのまああのなんていうのかなえっと皆さんはあんまり興味ないかもわかんないんだけどえっと僕らがねその皆さんが宅建試験の 当日に苦労して戦っている最中に僕らが何やってるかっていう話をちょっとしたいんだけど、まあ、そんなの聞いてもしょうがないかもしれないんだけどねちょっとあの話のついでに聞いてほしいんだけど、えっと、僕らはね僕ら講師っていうのはあの二手に分かれるんですよ僕ら講師はですねえー、っとまあ即報会ってありますよね。 回答速報会っていうのがあってこの回答速報会っていうところで、えっと、講師があの試験が終わった当日にね、えっと、まあ4時とか4時半ぐらいにみんなあの受講生さんが集まってそこで答えを出すわけね速報庁を出しますあ問いの3番はあ2番で確定レースとかねで講師がまあしゃべるわけですね。そうやって、えー、そういった速報会をやる会場は割と都心とかねその受講生さんが多く集まるところでやるんですね。まあ、新宿渋谷 えっと池袋とか水道橋とかね、あとは梅田でもやってんのかな、そういった大きいところでやってますね。で、そこで喋る講師は。あの、当日ちゃんと、皆さんと一緒に、あの、試験を受けるんですよ。ね、自分で受けてこないと、解説できないからね。だから、やっぱ受けるわけね。受けても別に、あの、僕らが平均点上げようと思ってませんから、あの、受からないから。わ、わーと落ちますんで、まあ、そこは心配いらないんだけど、とりあえず、あの、受けるんですね。で、受けて。 で担当講師がその試験あの水道橋行ったりとか新宿来たりとかねあの池袋行ったりとかするわけね。でそこでその講師にをを送るる役割をすす講師がいますだから講師は二手に分かれましてで回答出し回答出しをする講師がまあいるんですよ。 講師はこの2つに分かれますですねでまああの解答出しスタッフの方が全然多いですもう何十倍もいます速、まあ、報会に出る講師っていうのはその,、まあ、その学校の看板講師ですね新宿だったら水野さんとかねあの池袋だったら寺井さんとかそういったその各学校の看板講師がいますんでそういった看板講師が速報会で話をしてで僕らみたいな猿之助の力持ち講師ですね ノの,の力持ち講師はあの回答出しに回ります。で、この回答出しに回るんですけども、えっと、この回答出しに回る講師もまたは分かれるんですよ。で、えー、試験会場で、まあ、な何て書けばいいんだろうあの、まあ、受験っていうのかな受験組っついうのかな、まあ、受験受験っちょっとおかしいけどあとまあ本部本部に待機してる人とですね 本部に待機している人とそれから、えっと、受験会場で受験してくる人がいるんですよ。全部で3つに分かれます。こんな話どうでもいいよね。<laughs> 興味ないんでしょだけどまあちょっとあの話の前提として聞いてほしいんだけどで僕これです。僕は回答出しの,あの縁の下の力持ちスタッフなんだけどもでも、えっと、受験会場に受験に行きます。で残りのスタッフは、えっと、本部でその 問題,文問題を待ってるわけ、ね、だからあの問題差し持ち借りできるからだから受けてそれを速攻で運ぶ役割が必要なのそれは若くて走るのが速くてで、えー、と機敏なやつ、ね、それが宅建のスタッフにはいっぱいいるんですよ。で頭がよくてねあのロースクールの,あの司法試験に受かった人たち、ね、ロースクールでその、ね、司法試験を受けるでしょ。で あの試験を受けてから合格発表まで時間があるわけですよ6月とかね4月とかそこはねあの宅研試験の一番忙しい時なんですよ模擬試験があるからその模擬試験の,あの構成とかねそういったものをやってもらうアルバイトスタッフがいるの頭はいいし若いし起点は効くしそういうやつをあの受験をさせるわけ、ね、で僕は全然走るのは速くなくて僕は何で会場に行ってるかというと僕はねあの 受験をして、で、えー、その。速報会のスタッフが答えを待ってるんですよ。ね、で、この人たちがね、この、この速報会のこの。講師の人たちは、もう受験生がどんどん集まってくるわけよね。で、受験生さんは、早く自分の、自分が何点取れてるか知りたいんですよ。それをね、あの、もっちゃらもっちゃらして。うんと、まだ答えが来ませんねとか言ったら、すごいプレッシャーじゃないですか。 だからその現場の講師に早く答えを送りたいの。ね、で3番は2で確定ですとかね四番問いの4番は5であのあ5はないか4で確定ですとか言って早く送りたいわけですねところがそのロースクールの子が本部まで走ってってそこで待ち構えてたスタッフが一生懸命解いたって間に当たらないんですよだから僕らは何やってるかと言いますとねあの僕は受験会場で受けに行ってでえっと こ,れをこの問題は3で大丈夫。絶対に、どっからどうつかれても絶対3番で OK っていうものを、えっと、出しちゃいます、僕は。出しちゃって、これとこれとこの問題はもう現場の講師に送っていいよっていうかあに中野の本部で送っちゃいます。で、中野の本部から各講師にあのこれ確定って言って送っちゃうんですね。でその 問題の数が多ければ多いほど現場のそれはそうだよね。というで僕らがいつもど,うやあのどのくらい現場であの答え間違いないというそあの確定が出せるかというとい半分ぐらいです僕,らあの僕なんかはね何人かの講師やってますんで、まあ、僕の感覚でいうとそんな感じです。でね、まあ、ちょっとこれあの僕の回答な答案なんだけど、えーとまあ、どんな感じでやってるかといいますと。 こんなの見せてもしょうがないんだけどね <laughs> えとこれたまたま問いの25番ですよね。これ問いの25番やって僕はどんな感じで解いたかっていう感じなんだけどえと鑑定評価基準ですよね。で鑑定評価基準で,で正しいものを選べるでしょで足の1番で不動産の価格はその不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む仕様を前提として把握される価格を標準として形成されるが。 これを最有効使用の原則という絶対丸ですよ。どこ一言一句どこ読んでも間違いありません。だからこれは絶対丸ですね。でもそれでも安心できません。2番と3番と4番が絶対ツ。何が何でもツっていう確定が出せないとえ僕らは確定って言えないんですね。で2番とかも全然違いますね。 あの需要の不動産入の鑑定評価に使えないとかねあの収益還元法はね使えるに決まってますよね,あのね賃貸を想定できれば使えるわけだからで3番目はお約束の問題ですねいずれか一つを選択ここは違いますもんね絶対バスですよねで4番目はこれ限定価格とはとか言ってますけどもうこの2行目の正常価格の前提となる諸条件を満たさないって言われるとこれ特定価格ですよね だから、4番も絶対バースなわけですよ。で、こういう問題を見つけるわけ、まず。で、あ、これ絶対大丈夫っていうのを見つかったら、ここに OK マークをつけます。僕はね、僕はこれで、あ、OK って言って、で、OK マークの問題を、あの、速報士として送るようにしてるわけね。それに対して、OK マークつけられない問題があるんですよ。というの26番ですね。というの26番。えー、というの十六番、あの、僕らは答えは出せるんですよ。あの、 足の番番番も2番も3番も絶対罰だから答え間違いありませんで2番なんだけど問いの26番の2番,2番ちょっと見てほしいんですけど、えー「販売する宅地または建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合監督処分の対象となるなりますよね」他六6月以下の懲役及び100万以下の罰金を陛下されることがある」まあ普通に「丸ですよね。 普通にだだと思うんだけど僕はねなんでこれを自信持てないかというとあの絶対ここね6月以下の懲役とか100万以下の罰金というこの数字を受講生さんに「覚えななささいといいととうことは一切言ってんんですよ、ね、受講生さんにあのそんなことはどうでもいいですと」と罰則があるってことだけ覚えればあの懲役が6ヶ月とかねあの1年とか罰金が50万とか100万とかどうだっていいですよ。 というふうに僕は教えてるわけですねつとは自分も覚えてないんですよ要するにだから自信が持てないんですよね絶対にこれ100万でいいのかもしかしたら50万じゃないかとか言われるとちょっと怖いわけですよそこであのこれはオ、OK、ッマークつけられなくてこういうのはあ僕は「湯」って書くんだけどあのこれ「湯」ってのはね、えっと、簡単に裏が取れるので優先的にやってくれっていうマークなんですねだからまずこの裏取りを先にやれっていうのを言うマークをつけてるんですね でこれって条文見た瞬間に答えがわかりますだから確実に、えー、と2番が丸ってことがわかりますんで、えー、あの早くやってくれっていう感じのマークなんですね。でこういったマークがあのどのくらいつくかといいますとあの普段は、えー、半分ぐらいが、えー、と OK マークで、まあ、正確に言うと少し少ないです。22問とか、えー、そんな感じなんですね。ところが 今年はえっと僕が OK マークをつけたのが28問あったんですよ。ということは僕は普段教えてるんですね。でここはちゃんと覚えてくれって言ってるところは自分も当然覚えてるですね。でそれが分かっているだけで絶対答えが間違いないという自信を持てるという問題が今年は28問あってでこれは普段よりはあの多いんですよ。こんなに多いことはあんまないんですよ。 だから解いててあこれ点平均点上がっちゃうなという感じは少ししましたですね。ただ、えー、それが悪いことかというとそんなことはなくてあのむしろねあのなんていうかな努力が報われるというかちゃんとやった人は確実に取れる問題が多くてで、えー、まあ試験の実施団体から言えばねそのちゃんと頑張った人を受からせてあげたいだろうしねあの。 向こうのホラでね、あの受験の自主団体、そうですね。で、あのチャランポランにね、あの勉強もあんまりしないで、あのチャランポランにしてた人間がまぐれで受かっちゃったやったーとか言ってね、面白くないですよね。なので、ね、そういう風うにしたくないのはもう向こうもそあの同じ気持ちだと思いますんで、そうなってみると、まあ、うん、割といい問題なんじゃないかなっていうそんな感じの印象を持った感じですと思います,ですね。はい。 でえー、とそんな形でやってきまして、まあ、僕は思ったのはあの割と点が取れ,てる取れてる人が多いんじゃないかっていうのはまずその日思ったんですよね。えー、それからあとはあのーまあ、割とね、あのー、受講生さんが連絡をくれてで何点取れましたよっていうふうに報告を結構くれたりしました当日ですね。でそういいった皆さんのの報告のあの点数とかあるいは各 講師もみんなそれぞれ受講生さんから連絡が来たりするわけですよ。で、あのどうだったとか言って講師同士話をしてみると、割と点数高い人多いよねっていう印象がすごく多かったんですね。去年とかだとあの点数が高いなっていう人が三十八点九点で四十点超えている人はあんまりいなかったんです。去年は。ところが今年はまあほぼ八割ぐらいは四十点超えですかね。あのもちろんね受かった人 が、メールくれるんだよ。普通はね。あのダメでしたって。メールは少ないよね。あのダメでしたって。メールはあの合格発表後ですよね。だけど、今の段階でメールくれる人は結構できたから、あのいやおかげさまでとか言ってね。あのまし、あ、ゃあの社交辞令だと思うんだけど、あの先生のおかげで受かりました。とか言ってくれるんだよね。そういう人は大体点数が高いから送ってくれるんであって。 だからそういうい人が一般的じゃないんだけどもでもそれにしても40点超え多いよねっていうのが各講師みんな同じあの印象なんですよ。なので、まあ、去年の合格点が35点だったので同じってことはちょっと少ないんじゃないかなっていうのが僕らの,あのなんかアバウトな根拠でしてだから僕はねさっき話しましたけど、まあ、レックの,即応でレックの,この合格 基準点の予想でね、えー、35点プラマイプラマイ1点というと、まあ、35点もねもちろん含まれるんだけどちょっと去年と同じってことはないんじゃないかなっていうのがなんとなく僕らの感覚ですだから僕は、まあ、6点か7点になるんじゃないかなっていうのがなんとなく、えー、僕の印象ではありますと思って頂ければと思います。はい、えー、そんな形で、まあまあ、今年ののの試験の、ねえー、傾向の話をしましままたたけどちょっとまた あのいつもいつもこれ企業秘密ですって言いながら写して YouTube にアップされちゃうんだけどこれあんまり社名とか取ってほしくないんだけどてって言って YouTube にアップされちゃうんだけどこれがねレックの統計データの、まあ、企業秘密なんですよねちょっと軽く写します。えっとまあ,あ2012年からしかあの持ってきませんでしたけども。 ちょっとね、これ見ていただきたいんですけど、皆さんはお手元にね、えっ、ー、と、レジュメの後ろの方に、なんかこういうグラフっぽいページがあるじゃないですか。まあ、この辺をちょっと見比べながら、あのこの辺をちょっと開き,開きっぱなししておいていただいて、それでまた画面も見ていただきたいんですけども、ここにね、このいっぱい、 ページ数書いてないから分かんないんだけどあの特定あの科目別じゃなくてトータルの50問のやつねこれ見てみると、まあ、下の方に行きましてここにちょっと大きくしてみますとここにね、えー、と受験者数2332ってあるじゃないですかで平均点35.9点ってありますね、えー、とこのこのデータがですね途中経過データになります。 あの本試験が終わった、えー、と5日後ですだから月火水木金の、えー、と午後3時ぐらいかなの,あの途中集計データになりますこれで、まあ、一応2300いつもね大体2500前後集まりますで平均点が35.9ですねこの,このデータのちょっと話をしたいんだけどもまずですねデータはですねこんな感じになってましてえっ、ー、とですね まあ今年はまだ分かんないんだけども、まあ、例年ね合格率が15%ぐらいですよね。で速報会の平均点ってありますね。これは本試験の当日の,あの速報会の平均点なんですよ。だから、えっと、当日受験,受験会場からそのまま足を運んでくれた人たちですね。でそこでマークシート出してもらうんですよ。そこでマーークシートだ出しててもらってでその平均点出します。それがね 今年は、まあ、こうだったんですよね。ええー、三十五点四だったわけですよ。で、これ見ていただきたいんだけど、去年と比べて見ていただけます。二点上がってるんだよね。で、もこれ見た瞬間に、ああ、確かにそうだよなと思いました。あの、解きやすい問題だからね、条文問題がなくて、一問上がりますから。あと、個数問題が減って、一問上がります。っていう感じですね。だから、まあ、二点上がって、まあ。 僕らの体感的にもそんな感じがしましたですね。はい、で、えー、とこれがせいぜいですねこの即応界の平均点がうんとせいぜい数百ですあの母数が数百です少ないんですよあの。何でかっていうとあつあの集めきれないんですよね。 あのみんなね自分の答えと講師の,の正解と合わせて自分が何点取れるかばっかり気になっちゃってでマークシートなかなか出してくれなかったりとかしてなかなか集めきれないんですよねせいぜい本当数百件しかないんですよだからあんまりその数としては多くないのでこの数字はそれほど重大視し,しないほうがいいと思いますそれからえとこ,のこれがまあ当日ですねこれ当日ねこれ当日のデータですねでそ 途中集計データ、これがさっき言った5日後です。本試験5日後で、この5日後のデータがこうなっているんですね。さっき皆さんにあのね見てもらった35.9ですね。これがあの2000何百件とか2300でしたっけありましたね。あのだいたい2000から3000ぐらいです毎年毎年そんな感じです。で平均するとまあ35.9なので、まあここで見てもわかりますけども。 あのまあ、2点は上がってないけどね去年から比べると、まあ、1.5点とか、えー、やっぱり上がってきてますんでまああの,いつも通りの感じではありますで、えー、この最終データなんですけどもこの最終データっていうのはなかなかあの集めきりませんこれがね完全に集まるのが、えー、と本試験の合格発表の数日前です。 ならないとこの最終集計データ集まりません。でこれはあのかなり信憑性があります。数がですね、えー、3000以上あります。3000から4000ぐらいかな。ここまで集まってくると非常に信憑性があります。ら僕らはこの最終集計データをあのかなりまあ重要視しているというか、まあ、毎年そうなんですね。でえっ、ー、とちょっと最終集計データのこの数字の動きを見てみたいんですけども、まず 速報会の数字と5日後の数字を見比べると必ず上がるんですよ。絶対上がります。あの1点とか2点とか上がります。これ上がってますね。でも上がり方が多い少ないはありますよ。必ず上がります。必ず上がります。必ず上がります。これ1点上がってますね。これは必ず上がってますね。必ず上がります。何で上がるかってのはまああのおそらくですけども。 えー、この途中集計データのこの、まあ、2,000から3,000の人たちは、えー、ネットなんですよ。ネットでレックの,あのホームページにアクセスしてネットで自分の答えを、まあ、入れて自分でその何て言うかな、えー、と自分の,その成績処理のデータが欲しいんですよね。で自分が受験者のどのくらいの位置にいるかっていうのが出るから。だからそれを 目当てに来る人たちがこのデータなんですね。そうするとまあ、なんつんだろう。ネットを使えるわけだしね。それからえー、まあ、そう。とりあえず真剣味があるわけですよね。真剣じゃないと自分の点数そんな気にならないので、割と前向きに真剣に取り組んでいる人たちが結構、あのネットでは集まってきます。だから必ず上がるんですよ。ところが <laughs> 次ねところが必ず最終集計は下がるんですね。 見てください必ず下がってます。あの一点までは下がらないですね。まあ、一点下がっていることもあるかな。でもまあ少し下がったり必ず下がります。必ず下がります。ですね。必ず下がってきます。これなぜ必ず下がるかっていいますとあの最終集計データはどういう人があの集まってくるかといいますと今度ははがきなんです。はがきで レックがはがき配ってましてそのはがきに自分の答えをマークしてはがきを送ると、えー、レックから詳しい本試験の解説冊子が送られてきます。それがが欲しくて出す人があの多いんですねでそうなってくると、えっと、だいぶその母,母数の,の数が増えてきましてどういう人が 本試験問題の詳しい解説が欲しいと思います40点超えてる人いらないですよつまり、えー、来年も受験しなきゃという感じの人が割と詳しい今年の本試験問題の解説と冊子が欲しいんですねだからえっ、ー、と割と,、えー、と合格圏内から離れているような点数が低い人もいっぱい来るんですよだから必ず下がるのねですか この特徴はもうずっと変わらないので、えー、これは今年も変わらないと思っていただいて構いません、ね、変わりませんはいで要するにですねまあくどいんですけども、えっと、ここからは少し上がってで少し下がりますよね,ねまあ1点ぐらい上がってあの1点未満下がる感じかな、まあ、そんなことを繰り返していますで僕はですね このまあ2015年とか2016年はまあ的中ぴったり的中したんですねだからまあこういう感じの分析で当たるんだなあとか思ったんですよで去年なんですけどこれ見てくださいここで話をしました33.4点で話をしましたですねで必ず下がりますって話をしましたあの女下がりましたところがあ失礼しますこっちだこっちこっち34.3点から必ず下がりますって言ってあの女下がりました ただ下がる幅がえらい少なかったのが去年の特徴なんですね。0.3点しか下がんなかったですね。まあここでちょっと僕は読み間違えたんだけども、でね、えー、去年まで僕はどういう話をしたかと言いますと、最終集計データは結構信用がおけます。なので、この最終集計データの、えー、まあちょっとこのこの辺のね、少数点以下はとりあえず外しちゃって、外しちゃって、まあこれ33点だとすると。 ぴったり当たってますで,す、ねでえー、と32点だとするとこっちは1点上がってますからこっちはプラス1点ですよね。でこれは横ばいで当たってますよね。これ当たってます。これ当たってます。ですよね。そうすると,、えー、とほとんどが最終集計データのまあ波数切り捨てるとほぼほぼ合格点に大体当たるんだと。ただ えと場合によっては一点上がるケースもあるよねっていうぐらいの感じなわけですね。いですか。そうすると僕はですね去年、えー、この,、ね、の3,000未満のこの34.3点の時に、まあ、こういう形で皆さんにお話をしまして34.3 34. これ下がりますよねとね。でまあ0.3だから、まあ、34は切るでしょう。 ね、だからこれ多分うん33点いくつという数字になるでしょうねとねでこれ端数切り捨てますですねでこのまんまいく可能性があるでも場合によっては一点あるかもしれないだからまあこの辺ですよ33か34ですよっていう話をしたんですねで僕はどちらかというと去年の問題解きにくいと思ってましたんで33点の方が僕はあの どちらかというと高い気がするという話を去年しましたこの会場でですねところが違うんですよね、えー、34点のまま、まあ、踏みとどまったんですよねそうするとこっからスタートですよね34点がそのままいくかあるいは1点上がるかだから35点か34点という読みが、まあ、確か正しかったわけですよね。で結果的にこっちだったんですね去年は。 で去年は大きく外してみっともない思い思をしましまたです、ね、なので、えーまあ、この程度のもんなんですよね、僕らの考えっていうのは。そうすると、今年はどうでしょうかです、ね、今年は、まあ、こんな感じですね。えー、35.9です、今。まあ、下がりますよね。でも、35点は割らないんじゃないですかね。<laughs> どう思いますあの、点 9. 9だから、割らないでしょ。そうすると えー、35点台に収まるんじゃないですか最終集計が。ね、でこれがそのまんま35に行くかもしれないしまあ場合によっては36に1点上がるかもしれませんから今までのペースで予想するとまあどちらかでしょうまあこっちっぽいんじゃないですかねとねいうような感じになりません。ね、数字で出すとなので えとこれがまあレックの,あのほぼ共通ののの、うん、大体の合格点の出し方だと思うんですよねなのでレックは36が、えー、と合格推定点で場合によっては1点下がるかもしれないし上がるかもしれないという予想をしているわけですね。で僕もまあそんな感じではいるんだけどもじゃあなんで僕は36、えー、点じゃなくて37点あの35点がないって言ってることを言いますと。 あの人数分布の話をちょっと気にしてまして皆さんこのページ開いてますあのさっきのこのこのページもう一回見てくれます <laughs> 成績診断の,あの人数の分布の図をちょっと出せますかこれがね要するにあの今年ですよねこれをねちょっと去年のデータも持ってきたので比べてみてほしいんですけど。<laughs> ちょっと画面じゃわかんないかな。これがね去年なんですよ。これが二千十七年、これ去年のデータなんですけどね。まあこんな感じの人数分布になってます。去年三十五点が合格点でした。で、えー、っと、まあこのここで一番人数が多そうなやつですね。ここは三十五点で、去年このこの感じでした。ですね。 でちょっと分かりにくいんだけど、今年とあとちょっと違うと思いません、うんとね、何が違うかというと、ここなんですよね、この40点ぐらいのこのボリューム、40点ぐらいのボリュームが今年はやたら多くないですか、40点のボリューム。違うんですよね。去年までは えっとこ,のこの35点の,あの、まあ、これ大体平均点だよねこの平均点よりも、えー、高い人たちってこ,れこういう急降下で人数が減っていったんですよねぐーっとだから本当と40点超えなんて本当にわずかなんですよ去年はねところが今年はそういう感じじゃなくてこのボリュームゾーンがこの40点ぐらいにももう一山あるんだよねかなりの人数がここに固まってます だから受講生さんからメールをもらってで、えー、と40点超えましたっていうご報告がすごく多いのは、まあ、これが特徴として現れているような気がします。で、えー、と僕の感覚だからあんまりうの鵜呑みにしてほしくないんだけども卓球試験というのは、うん、と大体合格者が決まってるんですよ。 毎年20万人ぐらい受けてで合格率15%で3万人ぐらい合格するという試験ですよね。そこはあまり変わらないんですよねだから大体,大体15%とか16%ぐらいの合格率でずっと変わってきません。でじゃあ今年ねみんなが出来がいいから4万人以上合格者を出そうかっていうふうに国交省が考えるかどうかなんですけども考えないんじゃないですかね。ちょっとその気ががしまますす受験者が増えてますから ね、あの今年二十一万人受験者あの二十一万人になりましたよね。だから去年よりも数パーセント増えてますね。だから受験者が増えたんだからその分は合格者が増えるのはわかります。ですね。でもみんな出来がいいからだから今年はえっと四万人以上合格者出しましょうとは考えない気がするんですね。つまり上から三万人ぐらいで線を引いてくるという気がします。まあ三万人というかまあ三万五千とかこ、ね、んな感じかな。 そうなってくると今年の分布図を見てみますと、えー、上から切ってくるんだよね。あの全部足してこれ,これはまあ高々2,000人ぐらいのデータだから本試験のデータとはもちろん違うんだけど、ね、もしこれが本試験のデータだったら上から順番に3万5,000人になるぐらいで線を切ってくるわけですね。 ってくるラインは当然高めになってくるのは当たり前のことですよねなので、えー、これって、あのー、普通に考えると36点ぐらいの合格点で、えー、と順当なところの感じはするんだけどもそうすると合格者が4万人超えちゃうとかねあるいは4万7,000人になっちゃうとかいう話になってくるともう1点切り上げて。 合格者数を4万人弱ぐらいに抑える可能性もあると思ってるんですよ。だから僕は37点の可能性も割と高いんじゃないかっていう個人的な感覚ですね。まあいろいろとぐずぐずいろいろ話しましたけど、えー、そんな感じで30僕は37点ぐらいの可能性があるんじゃないかという,ふうに思ってます。なのでじゃあ38点だったらね。 ななかなかそこまでは上がらないと思うしなので38点ぐらい取れてる人だったらもうそこから先の上の人は、まあ、さっきも言ったけど枕を高くして寝ていただいても構わないと思いますんでどうですかねその旅行行くとかねあるいは別の資格をチャレンジするとか、まあ、いろんなことを考えていただければいいと思います。でどうしても足りない人は是非ですね宅建試験を受け続けてほしいです。 あの宅建の講師だから言ってるんじゃなくてえー、宅建試験ってね。まあ、パフォーマンスがいいんですよね。あのー、宅建試験だけなんですよ。こんなに受験者数が増えてるのはね。他の資格試験は軒並み受験者数を減らしてるんですよ。宅建だけは伸びてるんですよね。と、結局まあ、実銃に伴って試験がえー、伸びまあ、受験人口増えてきてますんで。 まパフォーマンスがいいのでちょっと頑張る価値があるんじゃないかという感じがしますですね。で、えっ、ー、とボリュームゾーンで5点6点7点で気持ちが落ち着かない人いますよね。あのボーダーラインで気持ちが落ち着かない人は気にしてもしょうがないじゃないかって言っても意味がないんですよね。気になりますんで。だからまあ、気になるのはいいんだけども、ただねあのネットで いろいろあっちこちも検索しまくってあの講師はこう言ってるこの講師はこう言ってるとかねあのそういった情報に振り回されるのはちょっと時間がもったいない気がしましてあのもう結果は決まってるんだからあんまりねあの、うん、こだわりすぎないで、えーとまあ、僕のおすすめはね、えー、と願書を出している人だったら他の資格試験例えばあの賃貸不動産経営管理士とか あとは管理業務主任者とかああいった別の資格試験にチャレンジしてほしいしで、えっと、願書を出していない人だったらあの、まあ、とりあえず卓建のことは忘れていただいてで次何やろうかという形で、えっと、自分のなんかなちょっととと考えてみるといいと思うんですよねあの去年もこんな話したんだけどね、えー、割とね受験生さんから。 まあ、受かった方が多いんだけど次何をやればいいですかっていうふうにご質問をよく受けるんですよ。で土地家屋調査書を受けたいとかねあるいは、えっと、不動産鑑定士の勉強したいとか司法書士を狙ってますとか、まあ、いろいろ言ってくれます。で僕はなんかはその資格試験の講師やってますんでもう資格にチャレンジしてくれる人っていうのはすごくなんか応援したい気持ちになってきて「あいいですねぜひ頑張ってください」ということを、まあ、割と言うんですよ。 割と言うんだけども、あのちょっと冷静になって自分がその資格試験の講師であるってことをちょっと忘れて、えー、と客観的に考えてみますとね、あの資格オタクにはならない方がいいと思ってます。あの資格があればね将来バラエテのわけじゃないじゃないですか。で、えっ、ー、と僕はね資格の勉強はすごくいいと思っているのはですね、例えば。 あの昨今サブリースの問題がすごくクローズアップされていました。ねあのまあ、某するか銀行の問題とかねいろんな問題かぼ,かぼちゃのかぼちゃの馬車の問題とかいろんな問題があってでサブリースに関してはすごくその家賃保障の問題とかねそういったものですごく世間的にクローズアップされています。でそういういにあの 例えば賃貸住宅を管理するという職種は今まであの法規制が何もなかったですね。賃貸住宅を管理する会社ね、あのマンション管理会社じゃないですよ。マンションを管理する会社っていうのはマンション管理会社で、それはまた話別ね。それはあの管理業者登録っていうのがありまして、そ,そこにはあの管理業務主任者っていう資格者がいるでしょ。あのそういうちゃんと法制度があるわけですよ。そうじゃなくて。 普通のアパートとか賃貸マンションを管理する会社っていうのは全く野放しだったです。それがまず野放しの第い、まあ一個ね、あ、もう一個野放しになったものがあります。これは家賃保証会社なんですね。あの、賃貸アパートとか賃貸マンションを借りたことがある人は知ってるんじゃないかな。あの、保証人をつけなくてもいいっていう制度があるじゃないですか。あの、保証料を払えば、ね、その時、に審判会社とか。 あのまあ、昔のサラ金だよね昔のサラ金業者がそういった家賃保証会社に、まあ、スイッチしてましたねでその会社が割とあの玉石混交ですごくいい会社オリコとかねあた一部上場企業のすごくしっかりした会社もあればもうとてつもなく危なかしい会社もあるんですよでそこも全く規制がなかったその2つを規制しようというふうに国交省が考えて2つ規制してきました。 それが家賃保証会社の登録制度とそれから賃貸,賃貸住宅管理会社の登録制度っていう2つ規制をかけてきました。でその賃貸,賃貸住宅の管理会社の登録の要件として、まあ、人的要件として賃貸不動産経営管理士という資格を持っている人か実務経験が2年以上かなある人そういった人を 置かなければ登録はできないというふうに、まあ、してきたわけだね。そうすると、まあ、国交省は、えっと、いろいろと、その。まあ、あの、クレームが上がってくるんでしょうね。で、え、こういった問題には対処しなきゃいけないっていう、まあ、危機感を持っているから、そういった対応をしているわけですよね。そういうことは、ここから先は、そういったことはとても重要になってきます。その時にね、えー、じゃあ、将来有望だから、じゃあこの資格を取ろうかじゃなくて。 不動産会社に勤めている人とかあるいは不動産関係の会社の人がねその賃貸住宅の管理というシステムを体系的に学ぶことはすごく有益なんですよ。これは間違いありませんでその体系的に学ぶのにそのストまとまっているからそれを勉強すると賃貸住宅の管理業の、えっと、なんていうかな アウトラインが学べるからねだから資格の勉強をするというのはその資格のライセンスをまホールドする資格を持つことがすごく価値があるという資格とその資格に向けて勉強することにすごく価値があるという資格に分かれると思うんですよ宅検は持ってれば素晴らしい資格なんですよね資格さえあればいいんですよ宅検資格はだって5名1名を1名持ってなきゃいけないわけだよね宅検、ね、業者はそれに対して その賃貸不動産経営管理士とかあとはマンション管理士なんかもそうかなあとは中小企業診断士なんかもそうじゃないかな資格はなくたって別にできるんだよねでもああいった資格についての勉強をしっかりしてる人じゃないとやっぱり経営コンサルタントはできないと思いますんでああの FP なんかもそうじゃないかな。であのファイナナンンシャルプランナーなんかも あのやっぱり FP 関係の勉強をしているとそういった幅広い知識がつくからそれが実務に役に立つだからあの資格試験の勉強をすることはとても役に立つというふうに思うんですね。そうなってみるとまあ、賃貸不動産あの賃貸不動産経営管理士はそこに至る勉強が割と役に立ちますんでまあ、僕はお勧めですね。なのでまあ、今年申し込んでない人は来年受けてみるといいと思うんですよ。半分受かるからね。 だから別にそれに向けてそれほどしっかりした勉強をなんかお金払って予備校でいっぱいお金払ってね受けなきゃいけないとかそういう感じじゃないのでまあ普通になんか短期間のあのまとめ講座みたいなやつを受けるとかあるいは模試を受けるとかで対応できると思いますからそういった資格試験がいいんじゃないかと思います。そういったまあ不動産関係の会仕事だったらそあの資格はそんな感じかなと思いますね。 あと資格試験の相談を受けてあの相談に来た人に、えー、とよくはするアドバイスは難関資格に臨むその、ね、すごく難しい資格にチャレンジするのは僕はすごくおすあの心情的にはお勧めなんだけどもでも本当にねこれから先はね難しい資格を持っていれば大丈夫っていう時代じゃ全然ないですよね。で僕は不動産関係の仕事をしててうんと感じたのがね えー、僕はちょっと,、えー、と何年前かな56年前78年前かなあるコンサルティングファームに所属したことがあるんだけどその時思ったのはね、えー、例えば、うん、と法律に詳しい人はいくらでもいます弁護士さんとか、ね、法律の専門家はいくらでもいます,です、ね、それから、えー、と中国語ペラペラの人は世の中にいっぱいいます。 ところが、両方できる人はまずいません。中国人と中国語で喧嘩ができる弁護士。引っ張りだこです。どこにもいません、この人。英語ですらできないです、みんな。あの英語はできる弁護士だって少ないです。あの障害弁護士さんって、あの経路が違うんだよね。ちょっと独特の、あの。人たちですね。ものすごい収入です。一般の、あの日本で、なんか離婚とかね。 え、そういったことをやってる日本人の弁護士さんと比べて、その傷害弁護士さん、海外のクライアントさんの弁護士さんってものすごい報酬だったりします。2つできるとものすごくいいんですよね。で、えっ、ー、と僕もちょっと感じたのは、僕はま一応。不動産関係はあの実務経験えらい長いので、あの不動産の実務経験に関しては誰にも負けないぐらい経験があります。不動産実務は任しといてってうぐらい。僕は自信がありました。ですね。で、そんな人はいくらでもいます。だから僕は全然。そこでは勝負ができないですね。 それとは別に一応僕はあの法律は一応勉強しましたあの司法試験受かんなかったから大したこと,大したことないんだけどでも、えー、死ぬほどやりましたあの死ぬかと思うぐらい勉強しましたから法律は、うん、なんかちょっと自意識過剰かもしれませんけどもえらい自信がありますで,でどっちかはいっぱいいるんですよ法律の専門家いっぱいいます不動産実務の専門家いっぱいいますでも 法理論がちゃんと分かってて実務経験がやたら豊富という人はほとんどいません。不動産鑑定士さんとか、お難しいことを詳しいいっぱいしている人はいっぱいいるんだけども、そういう人はあの売ったり買ったりしたことがすごく少ないんですよね。まあせいぜいあの二十件とか三十件ぐらいの売買をしたことがあるぐらいのもんで桁が違うんですよね。あの千件ぐらい僕は取引しています。多分千件以上だと思います。 もう死ぬほど売ってるからね。あの仲介ずっとやってましたから。だから誰にもケース負けないから、もうこういうケースはこういうケースとか、もうよくわかりますんで、まあそういった面でも割と実務経験結構自信あるしね。で結構法律関係も自信あるので、あの結構重宝がられたんですよ。割とね。で二つあるといいなっていうのが僕の率直な感覚です。皆さんはあの何でもいいんだけども、例えばえっ、ー、と IT 関係がすごくできるんであれば。 IT だけじゃなくて卓球の資格を取ったことによって何かいいことがあるかもしれないですよね。そなダブルライセンスっぽいことが割とあのこれからの世の中役に立つんじゃないかっていうのがすごく思いましたんであのなんか将来の資格の勉強とかねそういったすあの進む方向考えるときにどう参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。はいまあ、以上ででででですねあの大しししたた話はできませんんけどもも、えーまあ、今のの時期、ね、悩んでもしょうがないので 将来どうするかねをまあ考えていただいてで合格発表後はまたぜひあの報告をお願いします受かりましたとかまあ落ちましたでもいいけどね来年もよろしくお願いしますっていうのでもでもいいんだけどまあぜひえっと連絡をお待ちしておりますのでよろしくお願いしますはいそれではですね2018年度の、えー、宅建試験、えー、合格基準点予想会これで終了しますどうもお疲れ様でした。